クルマムグラは、アカネカ、アカネアカ、ヤエムグラ族の多年草。根茎は横に張って分子する。茎はほぼ直立し、高さは20から50センチメートルになり、4両があり、両上に差しはない。葉は、普通6個が臨生し、角、我が部が立って、茎につく。陽芯は、長さ1から3センチメートル、幅0.3から1センチメートル、型から楕円型で、 先は、A かしら、円に毛が生え、裏面の中央用脈に、下紋状の毛は生えない。これらの臨生する葉は、耐生する本来の2個の葉と、残りの4個の葉と同形の卓葉となる。下記は6から7月。茎先の上部に周3花剰を出し、十数個の花をつける。花柄は太く、2から3回二股に分子し、学頭は半球型で長毛が生える。 果敢は、逆付き形で、計2から3.5ミ、mm、リメートル、白色で先は4列し、ごく短い頭部がある。湧髄は4個ある。脂肪は2室に分かれ、各室に1個の胚種がある。果中は短く2列する。果実は、計2から2.5ミ、mm、リメートルで2個の分化からなり、各分化に1個の種子がある。分け家には長い針状の毛が密生する。 同族のオククルマムグラ G トライフローラフォームに似る。両種は混同された時期もあり、同種を基本種、本種をその変種として扱われたこともあるが、現在はそれぞれ独立種とされる。オククルマムグラと比べると、本種は茎の量に差しがないのに対し、同種には茎の量に下向きの差しがあり、触るとザラザラする。また、本種の刃先は先端に向かって、 次第に狭くなり、葉の裏面中央脈に、四条毛はないのに対し、同種の葉は、本種の葉より大きく、葉先は、円筒で、中央葉脈の先端だけが短く尖り、葉の裏面中央脈に下向きさし条毛がある。さらに、本種は乾燥すると黒色に変色し、クマリンの方向がある。オククルマムグラは乾燥しても黒色にはならず、緑色を保つか褐色になる。 日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、三山の林中に生育する。世界では、朝鮮半島に分布する。和名、クルマムグラは、クルマムグラの意。学名及び和名ともに、牧野富太郎による命名である。ムグラは、草むら、ヤの意味がある。種小名ジャポニカムは、日本のの意味。ありがとうございます。